ユリは、ユリ木ユリ科の内種として、ユリ属の多年草の総称である。属名のリリウムは、ラテン語で、ユリノイ。園芸店に並ぶ、ユリユリ園に咲く多くの品種のユリ北半球のアジアを、中心にヨーロッパ、北、アメリカなどの亜熱帯から温帯、亜寒帯にかけて広く分布しており、原種は100種以上、品種は、約130品種を数える。 日本には15種があり7種は日本特産種である。山岳地帯を含む森林や草原に自生することが多いが数種は湿地に自生する。エルアーバリカラは唯一の着生植物である。一般的に石灰質でない弱酸性の土壌を好む。日本の園芸では秋植えの旧根草として扱われる。代表的な種に山ゆり、鬼ゆり、 カノコユリ、ササユリ、鉄砲ユリ、乙女ユリなどがある。臨境を有する。茎を高く伸ばし、夏に、ロート状の花を咲かせる。ユリ族は、イカのア族に分類される。なお主な原種一覧画も参照されたい。ユリ族に属さない、ユリイカのものは、ユリという名を冠してはいるが、ユリ族には属さず、系統の遠いものも含まれる。欧米では、 百合の品種改良の歴史は新しく、19世紀に日本や中国から山百合やカノコユリなどの原種が紹介されてからである。日本では江戸時代初期からスカシユリが栽培されてきた。現在では様々な色や型の品種が作り出され、世界中で愛されている。1964年に英国王立園芸協会によって定められた園芸分類に基づくと、 次のように分類される。また、これらは、交雑親に基づいて分類されているため、花の形などには、非常にばらつきがある。アジアティックハイブリッドアジア原産のユリを中心に、交配された、品種群でエゾスカシユリ、岩戸ユリ、ヒメユリ、イトハユリ、松葉ユリ、鬼ユリなどを親とする。丈夫で、栽培も容易。香りはない。また、 日向を好む。一般的にこのグループはスカシュリと総称されることが多いが、本来のスカシュリの特徴を持たないものも多い。代表的な品種にエンチャントメント、コネチカットキングなどがある。ロンギフローラムハイブリッド高砂ユリや日本原産の鉄砲ユリなどを元に作られた品種群で、 この二種の交雑種は新鉄砲ユリと呼ばれ、未生一年で開花することから切り花に利用されている。マルタゴンハイブリッド、マルタゴンリリー、竹島ユリ、車ユリなどを親とした品種群。日本では一般的でない。トランペットハイブリッド、中国原産のキカノコユリ、リーガルリリー、博多ユリなどを中心とした品種群。オリエンタルハイブリッド山ユリやカノコユリ。 タモトユリなど、森林のユリを交配して作られた、品種群で日陰を好む。アジアティックハイブリッドほど丈夫ではないが、香りのある優雅で華麗な花が魅力である。カサブランカが有名であるが、カサブランカを生み出す交配で主要な役割を果たした、トカラレッド口の島原産のタモトユリは、皮肉なことに、自然状態ではほぼ絶滅してしまっている。 その他の後輩主群近年では組織培養などの技術により LA ハイブリッド、LO ハイブリッド、2ハイブリッドなどの品種群が作られている。植栽時期は10から11月、5から8月頃開花する。病気にかかって球根が腐りやすいため排水の良い、清潔な土に植え付ける。球根の上にも根が出るので、地表から最低球根1個分以上は、 下の土に植える。過湿に弱いので梅雨の時期の病気に気をつける。また極度の乾燥を嫌うので気温が高い時期は気をつける。増殖には種子をまいて未生を得る。球根の輪形を指す輪形雑誌。気孔ができるものは気孔を得るなどがある。しかしどの方法も栽培して増殖するには時間がかかるので。 最近は組織培養して増殖したものも増えてきた。組織培養による増殖では、特に花糸など牡蠣を材料に用いた、組織培養は球根を掘る必要がないので、野生の希少種を増殖する場合によく用いられる。日本では山ユリ、山ゆり、小乳ゆり、鬼ユリの3種がその林形を食用とするため、栽培されている。苦味を除くためにあらかじめ軽く煮てから、 金ン,ンや雑煮、茶碗蒸し、ガンもどき、味噌汁などに用いる。中国では、博多ゆり、糸葉リり、鬼ユリの臨片を乾燥させたものを、ユリ缶と呼び、水で戻して、炒め物にしたり、すりおろして、スープにとろみをつけたり、澱粉の原料とする。ただし、猫などの一部の動物に与えると中毒症状に、陥る、食べ物の一種である。 これは人においても過剰摂取した場合は症状を発症する。鬼ゆり、博多ゆり、その他リリウム属の球根は、ゆりという器具薬である。滋養競争、利尿、鎮害などの効果があり、拳清し俳優などに使われる。堺法一、風雨草花図、1820年代。ボッティチェッリ、歌う天使たちと、 聖母子ボスニアヘルセゴビナ連邦の国旗東洋では、ユリは食用や薬用に使用される。花の鑑賞は、日本では、全近代にまで遡る奈良の伊佐川神社の、サイグ祭りなどの例外もあるが、明治30年代頃からである。幕末に、フィリップ・フランツ・フォニシーボルトが、日本のユリの球根を持ち帰り、復活祭に用いられるイースターリリーとして、大流行すると、 旧魂は近代日本の絹に次ぐ2番目の主要輸出品として外貨を獲得した。なお持ち帰られたのは琉球列島原産の鉄砲よりであり、これが現在のイースターの象徴として定着していった。そしていわば逆輸入される形で明治末に干渉下として流行した。ただし鉄砲よりに関しては現在主流となっている品種、火の元は 時代を折り、1944年に薬島から福岡県に持ち帰られた球根の公営が、1962年に種苗名称登録に出願されものである。輸出用の栽培は、原産地の沖縄以外にも、主に富士山6から神奈川にかけて、広く行われた。美女の形容として、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿は、ゆりの花がある。 ユリは聖書にしばしば登場する花の一つである。新約聖書、マタイによる福音書には、ソロモンの映画もユリにしかずとあるが、これは人間の作り上げたものは、神の創造物には及ばないことの比喩である。ただし、新約聖書時代のイスラエルでは、ユリは一般的な花ではなく、この場合のユリは野の花一般のことだと考えられている。 キリスト教においては白いユリの花が純潔の象徴として用いられ、聖母マリアの象徴として描かれる。天使ガブリエルはしばしばユリの花を携えて描かれる。これはガブリエルがマリアに受胎告知を行った天使であることを示す図像学上の印である。ミノア文明の遺跡の一つであるクノッソス宮殿の壁画にはユリが描かれている。 フルールドリスと呼ばれる歴代のフランス国王の紋章は衣装化されたユリの花であり、青地に金で描かれる。フルールドリスはまた、フランスを多い継承権を要求していた頃のイングランド国王の紋章にも登場する。また、ボスニア・ヘルツェゴビナでは1998年までの国旗と、現在のボスニア・ヘルツェゴビナ連邦の国旗、国章には、 母主にゃく人のシンボルとしてフルールドリスがあしらわれる。ありがとうございます。